皆さん大きな拍手でお迎えください。今回の新 CM にご出演されております染谷翔太さん、池松壮亮さん、山本瑞生さんです。どうぞステージにお越しください。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ早速なんですけれども、今回の新 CM で共演されている、まあ、お三方ということで、どうでしょう、これまでに皆さん共演ご一緒されたりしたことはあるんでしょうか。富田さん、いかがですか。ほぼほぼないです。あ、ほぼほぼないですよね。ケイマスさんとはお会いはしたことですか。そうですね、はい、安心だけでしたね、はい、そうなんです。そんな感じです。そんな感じですごく伝わってまいりました。そうなんですね、今回ご一緒だったあのそれは初めてということで。そうですね、まあ、男性陣、まあ、お二人から見てですね、山本さんの印象を教えてください。山本さんの印象ですか、はい、そうですね、こうなんか自分のリズムを持たれてる方だなと思いましたね。なるほど、はい、現場で見ていて、うん、ご自分のリズム、まあ、ペースがあるという。そうですね、はい、そんなこと思っていたとは。いや、言われたことはないですか。あ、マイペースだとは。あ、はい、俺の言い方マイペースだっていうことですね。そうですね、あの平たく言うとそういうところかもしれませんが、池松さんどうですか。山本さんの印象。あ、山本さん、はい、山本さんね、どう初共演という、あ、なんか最近あの山本さんが福岡だっていうことを聞いて、はい、あの僕も福岡なんですね。なるほど、はい、それだけなんです。それだけなんですか。そこでなんか、あとなんか、はいはいはい、今回の CM の撮影の時に、はい、ウェブムービーの企画を一緒にやったんですね、はいはい、その時にその僕が、まあ、ざっと説明すると、僕がなんかその、SIM 替えを実際体験するっていうことで、はい、染谷くんが隣で応援して、はい、山本さんがなんかエスコートしてくれるみたいなことをやったんですよ、3分間で、その時にあの僕ら男2人はなんか偉そうに2人で座って、なんかあの一番年下の山本さんが一生懸命エスコートしてくださって、お、優しい人だなと思いました、ありがとうございます。なるほど、ちょっと頑張りました。私、あ、そうなんですね、ちょっと頑張った、はい、自分のそこにいたという、はい、なんかすごいお二人とも静かなので、アドリブだったんですよね。頑張んなきゃな。アドリブだったんで、ね、エチュードみたいなことをね、二人で黙っちゃったりとか、なんか申し訳ないなと思って、はい、そうなんですね。そんなことも感じながらだったんです。山本さんはどうですか、逆にお二方の印象。静かだなって思いました。会話がなかったですね。そうなんですね。でもなんか面白いなと思って新鮮でした。だからあえてその沈黙を楽しんでました。そうなんですね、はい、でもお二人がその福岡だっていうのはこう、あ、え、福岡どこなんですかって、なんか私は知ってたんですけど、あ、はい、もし私あの高校とかも隣なんですよとかって言ったら、あ、そうなんですね、で会話終わっちゃったらどうしようと思って喋れなかったんです。そう、ちょっと傷つきそうな感じしますもんね。傷つくの怖くて。最近聞いたんですよ。あ、そうなんですか、はい、知らなかったですね。すいません、じゃあ、すいません、じゃあ私から言えばよかったって言ってました。皆さんが腰が低いという印象が遠慮しがちなんですけれども、今日はですね、いろいろお話の方を伺っていきますので、まあ、改めてですね、皆さんがご出演されている新 CM をちょっとここで見ていきたいと思いますので、ちょっとですね、スクリーンの方を開けていただきまして、はい、ちょっと奥の方にご移動いただけますか。はい、ありがとうございます。それでは改めまして、皆様こちらのスクリーンの方をご注目ください。どうぞ。ビビ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 ビさあ、シム買い、ほら、格安ビーグルモバイル。シムシムさあ、シム買い、ほら、格安ビーグル
さあ、シム買い。ほら、格安。ビグロー。モバイル。そいつは月末にさりげなくやってくる。すべての楽しみを根こそぎ奪ってしまう。そいつの名は通信制御。動画音楽好きなだけエンタメシム。ビグロモバイル。はい、ということで皆様新シーンを見ていただきました。どうぞそれではこちらの方にお戻りください。ありがとうございます。ということでどれも印象的なインパクトのある CM だったと思うんですが、ご覧いただきましたが、染谷さんどうですか、 CM の撮影で楽しかったこととか、はい、なんかまあ、ちょっとみんな静かだったってさっき聞いたんですけれども、他にも何かあればぜひ教えてください。そうですね、自分は走りましたね。走りましたか。結構、はい、何本も走った思い出があって、はい、でそして雨に打たれるという。そうですよね。叫んでましたね、最後の方。叫んでましたね。はい、いや結構人生で雨に打たれて叫ぶことが多いなとか思いつつ、そういった時に、はい、でもなんか、はい、楽しかったです。なるほど、はい、それを噛み締めてました、ね。楽しく CM 撮影ができたということですね。池野さんいかがですか。何かこう楽しかったこととか印象に残ったことあったら教えてください。印象深かったことはもう本当に同じで、まあ、たくさん走ったんですよ。まあこれだけの秒数しかないですけど、割とたくさん走りまして、結局なんか一人で走るとこ15本ぐらいで多分走ったんですよ。で全然それはいいんですけど、毎回すいませんもう一本って皆さんが言ってきてくださって、で僕普段映像というか映画というか、の現場に行くことが多いんですけど、割とその平気で何本も走らされるところが多くて、なんかみんな優しいなと思いました。 CM っていいなと思いました、ね。そうですか。はい、愛情を感じながらの、なんか親切でしたね。おいいですね。でもね、はい、そういった環境づくりみたいなのがねあったりしますが、山本さんはいかがでしょう。私もたくさん走りました。皆さんだいぶ走ったということですね。はい、走るのがあんまり得意じゃないので、なんかやっぱ走ってるの見るとちょっと走り方変だなって、はい、あ、そうですか。自分で思ったり、あとダンスがすごく苦手なんですけど。あ、そうなんですね。なんかこういう芯を持って揺れる動きがすごい難しかったです。お、まあ、確かにちょっと特殊な動きでもありますもんね、あれはね。そうですか。じゃあちょっと難しかったですけど、まあ新たなチャレンジという、はい、面白かったです。なりますかね。はい、わかりました。まあ、今回ですね、まあ、新しく発表されたサービスは下変えれば、通信制限を気にせず、まあ、YouTube、ABEMA TV などの動画サイト、それから Google Play Music、Apple Music などで音楽サービスを楽しめます。どうでしょう、皆さんは、まあ、普段からですね、まあ、そういったスマホで、まあ、動画サイトを見たり、音楽サービスが利用されていますが、いかがですか。また染谷さんから伺いたい。そうですね、はい、よく使います。自分は何ですかね、YouTube とかよく見てますし、そうなんですね。あとそうですね、 Apple Music で音楽とかしょっちゅう買ってるんで、またこう移動中とかにこう、はい、こう Apple Music とか見てると、あっとか思ってダウンロードしちゃうんですよね。で気づいたらなんか調子こいて結構買っちゃったりして、はい、すとかなり、もう月末にならないぐらいで通信制限になるという。そうですよね、よくありましたね。だから YouTube 何、動画はどんなのを見たりするんですか。動画ですか。動画はそうですね、でもなんか映画の予告ですとか、はい、なんかなんですかね、ミュージックビデオですとか、なんかそんなのばっか見てますね。なるほど、まあ、気がつくともだいぶダラ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 見ちゃうので。あ、そうなんですね。通信制限というのがね、気になってきちゃいますよね。さあ、それから池松さんはどうでしょうか、普段スマホで。僕あんまり見ないんですよね。なんか、はい、それこそ通信制限で言うと、はい、まあ、つい最近まで、地方の山奥にいまして、はいはい、やっぱそういうところでちょっと携帯使うと止まったり、することが多いですね、仕事から。はい、
そうですよね。あとは、まあ、昔よくその携帯持ち始めの頃に、18区で、なんて言うんですか、容量、データ容量を使ってるんですか、あれが、まあ、まだ持ち始めで少ないもんだからすぐ止まってましたね。うんうんうん、でもありますよね、そういう経験、皆さんね、苦しい経験ちょっとありますけど、山本さんどうですか、普段は。私、アベマ TV でアニメの、アニメ24時間やってるチャンネルがあって、はい、新作アニメと深夜アニメと懐かしアニメを、なんかいいのこう探して見てます、はい、あ流してもずっと。あ、そうなんですね、はい、結構そういったのもずっと楽しく、移動中とか、メイク中とか、あ、メイク中とか、ね、そういった時間に、はい、なるほど、まあ、皆さん、まあ、普段から、まあ、先ほどの動画サイトとかですね、まあ、音楽サービスを利用しているということなので、まあ、今回、まあ、ゲストの皆さんにとってもビッグローブのエンタメ趣味はかなり魅力的なものなんじゃないかなというところがあります、まあ、通信宣言制限というのはないと、もう自由に使えますしね、もうどん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 動画も見ていただきたいな、そんな風に思います。さあ、まだまだですね、皆さんにいろんなお話を伺っていきたいんですが、今回は死ぬ側ならビッグローブということで、こんなものをちょっとご用意しました。スタッフの皆さん、お願いします。さあ、何やら大きなスマホが登場しました。それちょっと後ろの方ですね、皆さんの後ろの方には SIM カードが5枚登場しました。さあ、ということでセットできましたので、本日はですね、このビッグスマホを使ってトークをしていこうと、楽しいトークをしていこうと思っています。題してですね、しぶしぶクエスチョンです。大丈夫ですか、大丈夫ですか。楽しいトークが始まってまいります。早速ですが、簡単に企画の説明をさせていただきます。ゲストの皆さんにはですね、お一人ずつこちらのシムをですね、1枚後ろにございますね、選んでいただきます。そしてですね、このスマホに差し込むと画面にトークテーマが、映し出されます。その映し出されたテーマについてトークしていくというのがしむしむクエスチョンです。もうお分かりですね。お分かりです。お分かりです。ありがとうございます。大丈夫ですね。そしてですね、皆さん、しむしむクエスチョンにはですね、ルールがあります。このシム替えをするとですね、 CM と同じようにカチッと音が鳴りますので、その後これまた CM と同じようにですね、まあ皆さんそれぞれ言い方があったと思うんですが、しむしむと、これまあ元気よく言った方がいいですかね、しむしむみたいな感じで言っていただきまして、掛け声をぜひここでお願いいたします。まあ、そうするとですね、トークテーマがスマホ画面に映し出されるという仕組みになっておりますので、はい、行きましょう。それではまず初めにですね、どうしましょうかね、キャンさんから詩も選んでいただきたいと思います。1番から、はい、5番までございますので、好きなもの、好きな番号を選んでください。はい、はい、4番ですね。でもうですね、この中に SIM のこのカードが入っております。ちょっと一回出したいと思います。はいはい、こちらですね、カチャという音が、やりました。はい、やりましたね。はい、じゃこちらをお預かりしてますので、はい、はい、こちら中の SIM をですね、取っていただいてもよろしいですか。はい、変えるわけですね。はい、ちゃんと SIM 替えということで、ちょっとありがとうございます。こちらをお預かりします。はい、ではこちらの方ですね、またこの中に入れてください。簡単ですね。簡単ですね。じゃあちょっとこのまま押していただきまして、はい、それではいいですか。いや、忘れてる忘れてる。何しようとしてる。あー、もう一回やります、もう一回やりますか。もう一回目ですか。大丈夫です。失礼しました。はい、お願いいたします。しむしむ、はい、ありがとうございます。まあ序盤ですので、こちらに、はい、はい、現れました。スマホにですね、関する失敗談ということで、池間さんに伺っていきたいんですが、どうでしょう。 あんまりなんか、はい、スマホに関する失敗談ってなんかあんまり披露できるものがないんですけど、なんか、はい、ここ半年前ぐらいに、はい、外で
用を足してましたら、はいはい、あの携帯が便器に落ちましたね。おお、はい、その後どうなったかってやっぱり聞いてもいいですか。はい、はい、いやなんかあんまり言いたくないのはあのその携帯すくってあげてアルコールでたくさん拭いてあげて今も使ってるのであんまり言いたくないんですよね。そうですね、はい、ちゃんと拭きました。あんまり披露することがないって初めて人に言いました ね、 まあ言う人もいなかったですし、はい、ちょっと序盤から衝撃ですけれどもありがとう。どうですかね、他の皆さんは携帯のこのスマホ失敗談、これを超える、なんかいつもこう落としそうだなと思って気をつけません。気をつけますけど、はいはい、初めて落ちたんですよね。しかもあれ外と公衆的な外で、あまだ自宅で割と田舎のトイレ。なるほど、すごいいろんな詳細が出てきましたけれども、でもまあ今でも使っているということで使ってますね、はい、ぜひまあ SIM だけ変えていただいてそのまま使っていただければと思います、はいはい、ありがとうございました。じゃあ続いてはですね、そうですね、じゃあ山本さん、はい、参りましょう。また、今度4番が、ありませんので、はい、じゃあちょっとこちらですね、1から5までございます。じゃあ1にします。1番、はい、わ、はい、かりました。じゃあちょっとこう押していただきまして、はい、出てまいります。じゃあこちら1番の札をわずかの指示ですね、お預かりしてますのでお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ4番を取り替えまして1番ですね、はい、ください。いいですか。はい、じゃあそのままください。しむしむ、かわいらしい感じ、ありがとうございます。いいですね、ありがとうございます。さあ、はい、出ました。人とは違う、人とは少し違う自分だけのこだわり、自分にとっての B 面はということですね。どうでしょう、自分だけの、はいはい、あんまり多分普通な人だと思うんですけど、そうですか、うん、はい、寝る前に、はい、次の日の洋服を決めて、はい、枕元に置いて寝るようにしてます。なるほど。次の日に少しでも長く寝たいので、はい、洋服を決める時間を短縮したくて、はい、いつもすみません、ズボラで。いやいや、ズボラじゃないです、まあ、計画的に動いてるということですよね、はい、どんなに疲れてても夜になんか T シャツ、なんか男って T シャツがなんか増えるもんじゃないですか。そうです、ね、T シャツなんかいっぱいあるんですけど、だいたい3枚ぐらいしか着てないんですよね。ローテーションそこにあるんでありますよね。ゲマさんどうですか、こだわりなんですけど。あ、いや、ないですよ。ないですよ。え、どういうことですか。あ、自分のだけの、まあ、こだわりです、自分だけのこだわり。はい、なんでしょう、僕はあんまりこだわりはないですね。本当ですか。はい、人よりないと思います。人よりないですか、うん、どのあたりの人と比べてるのかなっていうの。いや、一般的に言うとこだわりは少ない方だと思いますね。ありました。トイレの落ちた携帯まだ使ってるぐらい。そうですよね。そうですよね、確かに。わかりました。山本さん、ありがとうございました。さあ、それでは染谷さん、はい、行きましょう、はい、1番から、はい、1番なくなりましたね。2番、3番、5番にします、はい、5番、じゃあこちらをお預かりしますね、はい、じゃあこちらの方開けていただきまして、はい、お願いします。はい、じゃあこちらの方外していただけますか。締め替えをしていただきます。はい、1番の方受け取りました。じゃあこちらの方お願いいたします。シムシム、ありがとうございます。シムシムという、さあ出ました、トークテーマです。急に休みをもらえて好きなだけ何かをしていいよ、何をするということ。はあ、そうですね、好きなだけひたすら歩きます、はい、あ、歩きますか。はい、歩くのが好きなんですね。で、本当にほっとくと一日中歩く人なんですよ。そうです、ね、もう東京中を止まらないんですよね。時間でいうとどれぐらい歩いちゃったんですか。いや、一日中っていうとそうですね、はい、まあ昼ご飯で止まったりしますけど、あ、まあ
本当に7時間とか、本当に歩く人でして。そうなんですか。歩き出してあるとこまで行くとなんか止まらなくなるんですよね、足が。そあもう足のせいってことですか。足のせいですか。ご自分としてはこのなんかこうなんか考えながらとか。いや何も考えられなんか無になれるからすごい好きなんですけど、でもなかなかこう何時間も歩くとこう、はい、まあ、汗もかき、はい、息も荒くなり、はい、ただ歩いてるだけですけど、はい、まさか7時間前からこの人歩いてると思わないじゃないですか。そうですよね。なかなかこうはあはあこう汗かいて、はい、結構殺気だった目で歩いてるらしくて。そうだね。あ、目撃情報あるんですね。なんか共演の役者さんがこの間街で見かけたけど、はい、人殺した後だみたいな、はい、そんななんかすごい歩き方をしてるらしいですよ、ね、そうなんですよ。じゃあ結構集中しちゃうというか。そうですね、無になって没頭しちゃう。止まらなくなるんです。でも、はい、休みもらってせっかくのオフでもこれをしたい。まあね、7時間も歩くなんて贅沢なことですからね。なるほど。休みぐらいしかできないですね。そうですか。どうですか山本さん、日本さんは、はい、こう好きなだけ休みをもらえて、まあ、1日ですかね。急、そうです、急にじゃあ明日オフでみたいな感じだったらどうですか。あ、昼まで寝てると思います。寝ますか。とりあえず寝たいということですね。はい、変わりました。キャマスさんどうですか、急に休みもらった。なんでしょうね。でもね、あの今びっくりしたのは、僕も歩くの大好きなんですよ。そうなんですね。で、本当7時間ぐらい平気で歩けますね。はい、なんかほらこう修行僧みたいな気分になってくるでしょ。わかります。わかりますか。いい、ね、ある事件に立つね。最初いろいろ考えながら歩いて何かを考えなくなって気持ちいいですよね。気持ちいいですね。どうしたの。山本さんが、私よりよっぽどかマイペースな感じしますけどね。なんか感じしますよね、先ほどの意見だと。どうですか。マイペでも二人ともマイペースですよね。いや、こう見えて俺は結構人に気を使う。お気を使うんですか。すいません、早途中でしてしまいました、私。なるほど、わかりました。まあ好きなだけ歩くということでありがとうございます。さあ、2枚が残りました。2番と3番なんですが、僕はですね、この2つ残った2番と3番の質問というのは存じ上げておりまして、これですね、そうですね、染谷さんにこれ選んでいただきたいんですけれども、はい、これやっぱり皆さんからですね、質問できる方を選んでもらいたいなと思いまして、はい、ちょっと頑張っていただいていいですか。あ、なるほど。これ最後なんで皆さんにちょっと質問させていただければなと思うんで、はい、じゃあここは染谷さんにかかってます。 2番にします。2番いいですか。はい、いいですか。いいですか。2番でいいですね。はい、2番でいいです。わかりました。じゃあ最後の1枚ということで、こちらの島田、はい、あ、もう覚えてらっしゃって、早いです。早いですね。ありがとうございます。はい、こちらの方でお願いいたします。じゃあみんなで一緒に、はい、一緒に、はい、シムシム、ありがとうございます。だいぶ暗いテンションですけど揃いました。ありがとうございます。じゃあちょっとですね、こちら出ましたね、印象的なシムシムが印象的な CM ですが、電話の際のご自身の口癖というのをちょっと伺っていきたいんですが、じゃあちょっとここに皆さん真ん中の方に寄っていただいて、ちょっとお話の方を進めていきたいと思います。どうですか、自分たちの、まずは染谷さんからお願いします。新癖ですか。はい、電話で多分あまり喋らないんですよね。喋らない、電話タイプないから。なんか結構なんですか、聞くことが多いと言いますか。はいはい、なので多分あーあーぐらいしか言ってないことが多い気がしますね。なるほど。はーはーというマネージャーとこう電話とかするときは大体はーはーと終わるっていう。確かに今考えるとあんまり喋ってないですね。はあはあが口癖です、はい、そうですか。いきますね。どうですか。なんか最近指摘されたんですけど、なんかね、電話出るときまずはいはいって言うんですよ、はい、はいはいって言うんですよ、はいはいはい、で、まあ、分かったって言うのもはいはいって言うんですよ。で、バイバイの代わりにはいはいって言うんですよ、はい、ですもうはあはあ、もう2人の電話が恐ろしくて聞くの怖いですよね。はあはあ、はい、いや、なんか普通に、なんでしょうね、別に、もちろん方言とかでもなんでもないですけど、どうやら口癖のようですね。はいはい、はい、でもさっきもそうですよね、まあ、電話じゃないですけど、どうですかっていうの、
はいはい、っていう入り口から入ってくる感じですもんね。なんかね、あんま感じよくないって言われて、ちょっと本当、はい、見直そうと思ってます。変えちゃいますよ、今日なんか。しむしむに。しむしむ。はい、わかりました。よろしくお願いします。山本さんどうですか、口癖。私もあんまり喋らないんですけど、はい、なんか電話来ると、マネージャーとかしかしないんですけど、だいたい寝てたって言われます。なんかわかんないんですけど、ね、眠たい声をしてるんだと思います。もしもしお疲れ様なんて言って電話が来ると、はい、お疲れ様です、あ、ごめん、寝てたって言われるんですよ。全然寝てるような時間じゃないのに。あ、そうなんですね、うん、じゃあ、 まあ元気よくやっぱり言った方がいいですね。それはちょっと元気は出せないので、出せないですね。普通に出たいんです。普通に出てるんですけど、寝てたって聞かれるから、もう少しね、ちょっと声を出して。そうですね、元気よく。そうですか。まあ皆さんそれぞれね、はあはあ、はあはあはあ、ですね。で、変えましたよね。しむしむ、しむしむ、そして、はい、しむしむしましょう、そしたらね、元気よくね、いけるということで。わかりました。さあ、ということで皆さんに、いや、もう大盛り上がりでありがとうございます。ご協力いただきましてありがとうございました。まだまだコーナーは続くんですが、以上ですね、しむしむクエスチョンでした。ありがとうございました。さあ、それではですね、今回の、CM 次なんですけれども、さあ、しむがえ、ほら格安というですね、キャッチコピーが印象的なんですが、最後にですね、ゲストの皆さんにご自身のさあ〇〇がえ、ほら〇〇をちょっとお伺いしたいと思うんですね。それではですね、フリップをご用意してますので、どうぞ席の方にご移動いただけますか。お願いします。で、ちょっと難しいかと思いますので、はい、例えばなんですけれども、さあ衣替え、ほら秋が来た、まあ、こんな感じですよね。これ例えばなんですが、まあ、そのあたりを皆さんに作っていただきたいと思います。はい、時間はありますので。そうですね、はい、今こちら皆さんに書いていただいているフリップですね。さあ、〇〇替え、ほら〇〇、それぞれに伺っていきたいと思います。あ、いいですね、シンキングタイムというか BGM がなくて、ほら格安という、さあ、しむがえ、ほら格安、さあ、どうぞ。皆さんできましたね。ありました。ブツブツ言ってますけど大丈夫ですか。じゃあ、それではですね、まずは染谷さんから参りましょう。はい、じゃあフリップの方をお願いします。はい、出ました、どうぞ。さあ、台本替え、ほら新作。おー、なるほど、役者さんらしいという。そうですね、拍手が、こんなんで拍手もらえる。いや、なんかこう、なんか変えるって、なんか新たなこう一歩、はい、というか、なんか新しい気持ちになるじゃないですか、うんうん、なんか自分で言うと、それってこう普段何年も続けてることって何なのかなと思ったら、はい、なんか台本が変わると、なんかまた新たな気持ちに、新たな、なんですか、やる気が出ると言いますか、はい、と思って公演しました。素晴らしいです、はい、ありがとうございます。これはね、すごくうまくできているなという感じがします。さあ、続いて参りましょう。お、大丈夫、結構一番最初に書き終えた感じだったですけれどもね。いやー、なんかいろいろ迷ったんですけどね、はい、こんないいものの後にすいません、ね、大丈夫ですよ腰が低いどうぞ、それではお願いいたします。はい、お願いいたします。お読みください。さあ、見せ替え、ほら飲み直しいいですかね、さすがにいいですね。いや、なんかね、はい、あれですよね、今日出すにはなんかね大丈夫です大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です、はい、のんきすぎるかなと思ってるんですけど、陽気な感じがいいと思いますが、これよくご自分でもそういう感じなんですか。さあ、見せ替えて、あ、か、はい、割と言ってますね言ってますか、はい、同じところに入れない感じですか。
いやいや、そんなことではないんですけど、はい、はい、そろそろかな、そろそろかなと思ったら。わかりました。はい、そうですよね。はい、見せ方、ほら、飲み直しということで、はい、ありがとうございます。では最後に山本さんですね。じゃあフリップの方見せてください、お願いします。はい、さあ切り替え、ほら、リフレッシュ。おー、いいですね。ありがとうございます。これ、はい、そうですね、やっぱり季節も変わるので、なんかちょっと旅行行ったりとかして、なんか次のドラマに備えられたらなと思ってこうしました。ありました。旅行どこ行きたいですか？あ、この前台湾に行ってきて、すごいリフレッシュできたので。なるほど、はい、で今はリフレッシュできてる。はい、わかりました。さあ切り替え、ほらリフレッシュということで、まあ、それぞれ皆様からですね、いただきました、ありがとうございました。お拍手をお送りください。はい、個性的な僕のフリップトークさせていただきました。じゃあちょっと最後に真ん中に来ていただきまして、それぞれですね、一言頂戴していきたいと思います。それでは山本さんからですね、一言、お願いいたします。はい、そうですね、お友達だったりとか、その仕事仲間から月末になると通信制限になっちゃったっていうお話をよく聞くので、ビッグローブのエンタメシムを皆さんに紹介できたらいいなと思っています。はい、ありがとうございました。お願いします。そうですね、さっきもちらっとお話しましたけど、僕が実際にシム買いをするっていう体験をさせてもらったんですけど、3分でできちゃうんですよ。まあ3分ちょっと超えたんですけど、僕がちょっと機械苦手で超えちゃったんですけど、それでも3分ちょいで本当に簡単でびっくりしました。なんでね、なんかそんな3分で生活がね、なんか豊かになったら素敵な話じゃないですか。ぜひお勧めします。はい、どうぞ。今日はいいですね。ありがとうございます。そうですね、もう自分もよくダラ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 こう動画を見たりとか、なんかこう待ち時間とかもまあ多い仕事なので、そんなんしてるとすぐこう通信制限かかるんですよね。いや本当にそんなストレスがたまらないっていうのは、まあ、ある種自分にとってはとても健康的なことなのでいや本当に皆さんにお勧めしたいなと思います。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。ということで、短い時間でしたが、皆さんにはたくさんお話をしていただきまして、盛り上げていただきました。以上をもちまして、トークショーを終了とさせていただきます。改めまして、本日のゲスト、染谷翔太さん、そして池松壮亮さん、山本瑞希さん、ありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いします。